はい、こんにちは。今日は一橋大学の問題を紹介いたします。三次方程式があって、 A、B は整数ですと。で、3つ実数解がありますと。で、3つ実数解があって、その実数解アルファ、ベータ、ガンマは0と3の間の数で、どれか1個は整数ですと。で、0から3の間の整数って1か2しかないですよね。で、これ3乗の係数が1で定数がマイナス1ってことは、これ解として考えられるのは1しかないんですけども、まあだから1だって今口で言ったことを書くでも多分大丈夫だと思うんですが、まあ1か2しかないんで、じゃあ2はダメだっていうのを示してもいいと思うんですけども、8足す 4a 足す 2b がまあじゃあ移行しちゃって1、2かっこ a 2a 足す b がまあマイナスだと。で、これ、整数。で、左辺偶数で右辺奇数は矛盾しますね。じゃあ2はダメですね。じゃあ残り1ってやってもいいでしょうし、まあ、一般的にじゃあ整数だからっていうんで、その整数解を n としたならば、n3 乗プラス an2 乗プラス bn がやはり1。で、n でくくって n2 乗プラスan 足す b が1で、もちろん n 整数、 a も b も整数だから整数×整数が1になるのは n イコール1しかありませんねと。で、0から3の間なんでマイナス1はないと。じゃあ n イコール1しかないと、まあ言っちゃって構わないんでしょう。で、そしたら、n イコール1なんで、あ、 x イコール1が解なんで、この式はx-1 で割り切れると。じゃあ、1ab-1 で、1で、1、1、a 足す1、a 足す1、a 足す b 足す1で、a 足す b 足す1だから、a 足す b、これが割り切るんで0。なんで、もう一個は、x2 乗プラス、a 足す 1x で a 足す b が0だからプラス1が0と。じゃああとは1つ実数解やって、あとはじゃあこれが0から3の間に2つ実数解を持つようなものを、ような条件を探してあげればいいと。 x2 乗プラス a 足す 1x 足す1イコール0が0から3の間に、まあ、アルファ、ベータ、ガンマはどれが1か分かんないけども、どれか2つがあればいいと、解が。じゃあ、そのための条件はっていうと、この関数、これを F カッコ X でもしたときに、この F カッコ X が、0から3で、ちゃんと X 軸より下に行ってればいいと。この条件を探せばいいだけで、じゃあ、これは、平方関数は別に無理にしなくても、軸がまず0と3の間。軸は2分の a 足す1のマイナス。軸が0から3の間なんで、じゃあまず0マイナス2分の a 足す1が0と3の間。で、まずこれ、じゃあやっちゃいますか。そうすると、マイナス2かければいいんで、0、反対向き、a 足す1、反対向きマイナス6と。ただ A は、じゃあこっちから書くと、マイナス7、マイナス1。じゃあまず、A はマイナス7よりはでかくて、マイナス1よりは小さい。まず軸の条件。で、あと、というものにも、実数解を持つためには、ここの頂点が負、まあ、それはすなわち判別式が正っていうのと同じなんで、判別式は a 足す b 次乗マイナス4が正と。じゃあこれは a 足す1足す2と a 足す1引く2が正なんで、 a 足す3 a 引く1が正ってことは、 a はマイナス3よりちっちゃいか1よりもでかいだと。まあ1よりでかいはもうこれ外れてるんで、まあダメでしょうと。で、マイナス3よりちっちゃくてもいいと。マイナス3よりちっちゃいと。まあ、今のところマイナス4、マイナス5、マイナス6が A の候補で、あと大事なのは、
0と3の間に解がなきゃいけないんで、F かっこ3が正でなきゃいけないと。そして F かっこ3が正なんで、サザンが9足す3かっこ A 足す1足す1が正じゃなきゃいけない。この 3A が9足す3、12、13。マイナス13。ってことは、A はマイナス3分の13はマイナス4と3分の1。マイナス4と3分の1よりでかい。これでもう絞れましたね。マイナス3よりちっちゃくて、マイナス4と3分の1よりでかいのはもうマイナス4のみと。ということで A はマイナス4。で、A 足す B が0なんで B は4というのが答えになりますと。じゃあ、以上です。ありがとうございました。